白金っちチャンネルへようこそ。いつもご視聴くださりありがとうございます。今回の動画は久しぶりに我が家の室内水槽を紹介したいと思います。先に今に設置してあるこの90センチスリム水槽、ここでは10匹今のところ飼育していますよ。そして子供たちが4匹いるんですよ。タンチョウが2匹、シシガシガが1匹、もう1匹はハーフかな。性別は今のところわからないです。今年中にわかるかな。次は卵球水槽、ここには愛知県弥富産の卵球3匹、中くらいの卵球はいただきものですよ。この水槽にも子どもたちが2匹います。江戸錦と桜錦の子供なんですよ。そう、これも性別がわかりません。みんな元気で過ごしていますね。計6匹ここにはいます。この真ん中のお椀、ウイロモスが植えてあったんですけど、全部なくなってしまいました。そうですね、水草みんな金魚のおやつですね。この水槽は60センチ水槽です。上部式フィルター使用していますよ。ことぶきの上部式フィルターは改良ができるので、水位を下げてこの卵球たちを飼育しています。水替えも簡単で週に2回水替えしてますね。では玄関の方へ行って、玄関の下駄箱の上に置いてあるこの水槽、和金たちが過ごしている90センチスリム水槽です。コメットとシュプンキンがいますね。この水槽もよくゴミが多かったんですけど、このフィシュレットを購入してからゴミ問題が解決したんですよ。この水槽は60センチの上部式フィルターを使っています。そしてスポンジフィルター1つ使ってますよ。では2階に上がっていきますね。2階にはプラティ水槽が置いてあります。前は50センチの水槽でした。ちょっと気持ち大きめの60センチ水槽に変わったんですよ。みんな元気に過ごしていますね。ここには白コリが増えたんです。そう、それにプラティたちもまた増えたんですよ。子供がいっぱい増えましたね。また1階へ戻って、これは和金たちの稚魚です。見えますか？小さいでしょう。ちょっとアップすると見えるかな。
どんだけ育つか分かりませんね。まあこの子たちはちょっと大きくなったら野外飼育にします。また今の方へ戻って、主人が可愛がってるコリドラス水槽、この水槽もみんな元気で、産卵もちょこちょこありますね。コリドラスが6種類ここにはいますよ。この水槽もフシュレットを使用していますね。ことぶきの上部式フィルター改良して使用しています。こちらはコリドラスの子供たちですよ。5月には親元の水槽に戻そうかなって予定しているそうです。ここにはパンダ6匹アドルフォイ2匹なんですよ。我が家の室内水槽、基本は5台なんですけどね。子供たちが増えたらしょうがないですよね。どうですか？我が家の室内水槽、紹介してみました。またご意見、ご感想、お聞かせくださいね。またいつでも遊びに来てください。今野外飼育の山頂オランダ獅子頭ランチューたちの水替え動画を制作中なんです。次回をお楽しみにお待ちくださいね。我が家の室内水槽からでした。ではこの辺でバイバーイ。